朗報ティアキンに次回作がある可能性が、イニシエの勇者装備から分かる考察を徹底解説。ティアキンでは全祠152箇所をクリアするとイニシエの勇者の魂という防具が解放される。ここで疑問なのが、これは一体誰なのか。壁画に描かれている1万年前の勇者なのではないか。どことなくガノンドルフに似ている気がする。なぜ尻尾が生えてしまっているのか、ネットでは疑問の声が上がってます。ただもし1万年前の勇者だったのであれば、ブレワイティアキンではイニシエの勇者についての説明が不足すぎる。1万年前に何があったのか、イニシエの勇者とはゾナウ族なのか、ハイリア人なのか、ゲルド族なのか、ここの説明が次回作またはダウンロードコンテンツにて配信されるのではないかと予想されています。この装備自体ちょっと不気味。みんなはイニシエの勇者についてどう思う？みんなもコメントして考察してみてください。チャンネル登録もよろしく。